します。はい、じゃあぬるっと早速コーナー始めちゃいますよ。はい、うんうん。一つ目のコーナーこちら、結城優菜は勇者である。このカップリングが見たいのである。はい、初めてですよこちら。この度ですねありがとう、表現してくれてね。助けていいよ。今日ほら画角がちょっと寂しいところあるからね。そうなんです、2人いない分ね。この度結城優菜は勇者であるのブルーレイ DVD のね第6巻に特典として PC ゲームがつくことになりました。イエイ。ということで第1巻に入っていた PC ゲームでは本編では見ることができなかったカップリングが見られるっていうの皆さんご存知ですかね。私たちもね結構あの貴重なシーンというかね、こんなことがあったんだっていう、例えばその夏合宿のエピソードにユーナとカリンが2人きりで会話をするシーンがね追加されていたとかね、そんなこともありましたので、今回はこのコーナーではねその第6巻で見てみたい新たなシチュエーションとカップリングを私たちがちょっと考えてね発表したいなと思っておりますよ。はい、はい、シチュエーションについては私たち3人が自由に考えさせていただきます。そして最後に一番見てみたいカップリングを見てくださっている部員の皆さんによる投票で決定したいと思います。はい、なんかどうやらね一番になったカップリングを考えた人にはなんとバーテックス P からご褒美がもらえると。おお、バーテックスだろう。なんだかな、あの今までこうコーナーでご褒美もらえるのって泥餅ご褒美ですか。でもなんかおたもちでもないんですね。体に良さそうな感じ、ポジティブどんだけポジティブ。顔に塗る塗る泥泥泥塗って食べる。どうなんでしょう、まあ、あのまあね、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。じゃあじゃあこちらありがとうございます。これが奥から、はい、うん、はい、ジュリーちゃん、はい、はい、よし。ではでは実はですね、あの先ほどゆっくりね考えさせていただいたので、じゃあこちらも発表していっていいかな。大丈夫です。はい、じゃあまず最初1番目はジュリちゃんからですね。はい、まずはじゃあジュリちゃん提案のカップリングです。はい、はい、こちらになります。カリンのふるさとへ、うん、ユーナと2人旅というエピソードが見てみたいです。確かに、はい、こうなんていうの、カリンの、うん、転校してくる前の生活ってやっぱり謎じゃないですか。そこにねこう勇者部の誰かと一緒にふるさとへまた帰るんだったら誰がいいかなと思ったらやっぱりユーナかなと思って。そうですよね、うん、そこは外せませんなと思って、うん、でも確かに気になる。あ、本当、うん、カリンのやっぱりその私たちと出会う前の状況っていうのはやっぱ知りたいところですし、うんうん、またそこにユーナと行っちゃうなんてね、いろんな話が聞けそうね。はい、あ、結構皆さんええやんとか、あ、本当、うん、見たい、これは見たい、あ、これ結構皆さん反応いいんじゃないですか。なかなか有望ですか。お兄さんも見たいって。は、確かに、うん、お兄さんどうかな、お兄さんでいくからカリンじゃなくてユーナなの。いや、カリンですが、もうカリンちゃんのお兄さん忙しい。あー、まあね、忙しいからね。どうかな、そういった一面もねなんか新しく描かれたらいいななんて思いますけれども、はい、じゃあ続いていっちゃいましょうか。はい、続いて私ですね。はい、私が提案するカップリング、こちら、プーといつきでオーディション。おー、これは、はい、2人がオーディションって思うでしょ。うん、違いますよ、いつきのやっぱ声戻りましたしね、まあ、そろそろこうオーディションをやっぱり受けに行かないと、ああ、そこにやっぱ保護者として行くわけですよ。なるほど、お受験みたいなもんですよねその時のこう風のね、うん、あのちょっとこう我がことのように一生懸命になってる姿であったりだとか、うん、あれ、オーディションって保護者ってついてくるの。行くんです。ああ、なるほど、行くんです。いや、多分フーはそういうのがなくても行くと思います。うんうん、確かに心配でね。そう、多分、うん、オーディションってもしかしたらいつきは明日オーディションなんだって言わないかもしれません。うんうん、でもフーは知ってるんですなんで妹だから、ね、妹のことは分かるんです。うん、そうだからそっとついていくんです。あー、でも面白そう。はい、私もそう思ってたおでしょ分かってたよ。はい、よろしくお願いします急に出た風船の月越え急に出たよく言ってもらっていいですか
験頑張れよ。はい、そんな感じです。これね、後でいろいろ多分なぜこうなったかを話しましょう、ね、そうだね。はい、じゃあ続いて最後ですね、はい、パルニアス、はい、いきまーす、ドン、東郷さんとカリンちゃんがユーナについて語る。見たい。いや、見たいね。見たい。これ本当に実現しそうだもんね、うん、一番なんかリアルじゃないですか。うん、白場、白場、いや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 、いや白場、どっちでも大丈夫。え、なんどういうこと、どういうこと、白場でもいいし、二、うん、人で、白場でもいいの。本当に、うん、ゆうなちゃんってこうだよね、うん、ゆうなはこうよって言って結局、うん、って言って終わるみたいな。いや、でもいいし。それあんまりちょっと浅くないですか。もうちょっと掘り下げた方が。あ、でもだんだんじゃあ燃えてきて、うん、ね、私の方が知ってるみたいな。そう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 、私はこんなことも知ってるわよって東郷さんが言うから、うん、私だってねってね、そう、お泊まりしたわよって言ってる、うん、なる。あ、で、お泊まり。あ、これすごいいいね、うん、これ一番想像しやすいかもしれないですね、うん、ぜひ。はい、じゃあそんな感じでですね、全てのカップリングが出揃いましたので、うん、じゃあここでですね、投票に移りたいと思います、はい、皆さんよく聞いてくださいね、はい、まず1番目、1番、ジュリちゃん考案の、うん、カリンのふるさとへユーナと2人旅、はい、続いて2番が私内山由美考案のフーといつきのこちらオーディションでございます、うん、そして3番がパルニャス考案の東郷さんとカリンちゃんがユーナについて語る、はい、うん、ということで皆さんそれぞれね、お気に入りのところに投票してみてください。それでは投票スタート。こい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 、あ、すごい、あ、ちょっと違う順番が、ね、あ、本当だ、ここがそうだね、こう、はい、へー、あ、でもどれが選ばれても納得だな、うん、うん、そうだね、なんか本当にこうカップリングってなるとまたね、そうそうそう、うん、あの、うん、これ考えるときに、うん、3人の話とか、うん、5人の話とか、そうそうそう、いっぱい思い浮かんだけど、うん、2人かーって難しかった、うん、ね、うん、お、結果が出きますかね、ということで、じゃあ出ましたということで、じゃあアンケート結果見てみましょう。おお、パルニャス、パルニャス、出ました。3位が私ですね、内山由美、そして2位がジュリちゃんかな、はい、で1位がパルニャスでしたということで、じゃあパルニャス、1位のパルニャスにはですね、うん、バーティックスピーからご褒美がプレゼントされるとのことですよ。お、うん、これは私がいただいていいってことですか。違うよ、違う、違う、違う、ちゃんとね、あ、違います、あ、そうですよね、あ、じゃあこちらどうぞ。え、はい、え、あ、え、すごい、何ですか、何ですか、見せてあげてください。え、コメント、ん、なになに、なに、何それは、カプリン、あ、あ、プリン、ハンド、バーテックス B、 お前だけは許さない。なんでこの空気を作ったバーテックス B ってこと。見てみよ、せっかくだからね、うりゃー、うりゃー、うりゃ、意外に開けるの手間取っております。よいしょ、おー、わー、見て皆さん、プリン、うん、さっき見せたプリンって言った、プリン、お、食べちゃって、食べちゃって、いただきます。美味しそうじゃないですか。うん、うん、美味しい、うん、よかったですね。うん、あ、うん、美味しい、え、あ、これ高いやつだ、きっと美味しい、うんうん、濃厚だね、さすがバーティックスピー、美味しい、てか本当に本当にもらえたね、ご褒美、私バーティックスピーからご褒美いただいたの初めて。そうね、私たち厳しい中やってるからね、うん、そうなの、そうなの、なるほど、でもね、こう優しい一面も垣間見れたね、うん、よかったよかった、美味しい、はい、ということで、なんかこれがさ、本当に実現したらいいのにね、なんて思うカップリングばっかりだったんでね、でも実際にそのロッカーにつきますね、 PC ゲームの方も楽しみにしていただきたいななんて思います。よろしくお願いします。皆さん投票ありがとうございました。ということで、以上、このカップリングが見たいのであるでした。はい、それではここで1曲、結城優菜は勇者であるオープニングテーマ、三州中学勇者部で星と花。